はいはい。じゃあ次いきますよ。ね。これは今 C7 出してますけど、A システムにおける C コードの、ね、これ8度でしたね。ルートから数えて1から8。5は3で願いましたって。上から5を8、3ね。これ6弦ですよね。6弦。6弦ルート。でですね、さっき、この、ごめんなさいね。これ C システムね。C システムの C。ね、これいいですか ?C システムの C。C システムの C をずっと上げてって、15フレットまで行った時、こう13、ここが大事だから、ここをルートに変えましょうね。5弦ルートできたこの C を2弦ルートにした時に、2弦ルートにした時はこう C ですね。だから、こことここ外して、こう来て、これが4弦ルートになった時にまた C ですよね。つまり入り口はどこかというと、この入り口とここですよね。ここ5弦ルートにした時の C ですからね。こことここが同じ音ですよ。いいですか。じゃあですね、これ外します。で、こう4弦ルートにしました。だけど、これ4弦ルートにして、するんじゃなくて、こう2弦ルートにしましょう。2弦ルート。2弦ルートにしたら、ここがルートになりますよね。で、これ外すればスモールコード。スモールコードね。3つで和音形成ですから。こうするとマイナーコードね。ドミソのミが、超酸度が単酸度にこう変化するわけですね。でこうするとサスコードになるわけですね。でこの D ポジションはまあなんで重要かというと、その D ポジションというのはね、この D システム D の C システムのこの D ポジションなんで大事かというと、これは、まあ D のね、 D の D システム、 D の D システムが大事ですよね。これなんでかというとね、これまあ、D の時に説明すればいいんですけど、これがこことここに上がってしたら、これ D になりますよね。つまりこことここはルートなんですよね。ルートだけど、普通 D システムって言ったらですね、ここがルートで D を形成するわけですよね。ここ2弦でも D なんだけど、それね、これ D ですよね。要するにこれルートに対してこう9度の音が来てますよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 度ね。ドレだから。でですね、この9度の音っていうのがここに来るんだっていうことが分かると、フラメンコが弾けるようになるんですよね。ここをちょっと探せ。ちょっとフラメンココードになっちゃうんですけどね。1オクターブ上のその9度の音を半音するフラットナインっていうんですけどね。フラメンコっていうのはフラットナインを使うんですよ。でですね、その例えばまあ、いやそんな言ったってこれいいね、これいいというコードですね。例えばいいというコードがあって、フラメンコをこう弾きたいって言った時に、ここを上げていくんですね。あれね、ちょっと考えて、これちょっと1オクターブなんかね、6弦ルートの1オクターブ、つまり8度でしょ。8度が1個上がるっていうことはフラットないんですよね。こうフラットないんですよね。フラットないのこの響きっていうのは、まあこのフラメンコっていうのはA フラットを使うんですけど、ちょっとこれフラットはこうシャープか、ちょっと待って、フラット系に変えますよ。 A フラットを使うんですね。A フラット。これ A フラットですよね。で、このスパニッシュ8コードっていうのが出てきます。ね、スパニッシュ8コードっていうのは8個使うんですね。普通はまあ7個の音で操作していくんですけど、スパニッシュ8っていうのはこう8個でこうやってね。でそのスパニッシュ8をこの E というシステムで見たときにですよ、これ今 A を説明してるんじゃなくて、こう C に関係することですけど、こことここちょっと見て、なんか気づきます。
つまりここのコードトーンとここのトーンを鳴らせばフラメンコのコードになっちゃうんですよね、響きがね、 A フラット。まあいいでしょう、それもあの50回超えた頃から説明しますんでね。じゃあさっきのこの A システムのこの A システムから見た C を見た時にこれがね8度、これルートに対してここが8ですから向こう下がっていきますね。じゃあこれそのままビート上げていきましょう。 D メジャー7、まあここよく D メジャー7使いますよね。でさっき説明したようにアコギの場合は5フレットまではローコードです。こっちからこっちまではローコード、こっちから行くともうハイコードになっちゃいます。でハイコードの中に歌を沈めてボーカルを歌う場合とこうローコードの響きの中に歌を歌う場合とありますけど、たまにはこうテンションかけたいというね、テンションかけたいというテンションのこう緊張と、その時はやっぱハイコード使う。でバッキングもこっちの方がいい音がします。なぜかというとバッキングが出る位置というのは5フレット7フレット9フレット12フレットね、倍音のこの位置になるからね、倍音が出る位置ここが一番で、12フレットの倍音の音と12フレットのフレットの音はイコールになりますよね。それ弦のこの中心だから、ここからここまでの距離とここからこのエッジまでの距離、エッジまでの距離がね一緒だから、だからこれ演奏技術を上げるためにはこの12フレットまでのこの倍音と今度はまあ9フレットですよね、9フレットのまあ9フレットは押さえた時の音と倍音が違います。同じように7フレットも違いますし5フレットも違いますよね。で5フレットで唯一同じなのは A というこのラという音だけですよね。これかでですね、この5フレット7フレット9フレット12フレットの上が倍音が出るわけですよ。ということはさっきの A システムの C をここ倍音が出るわけですよね。ちょっとずらすとここバッキングに使えるんですよね。まあバッキングでこうやると、でそのギターわからない人、いやそんなことユリノさん4フレット倍音出ないじゃないですか、実は出るんですよ。4フレットの上も3フレットの上も倍音は出るんです。でもうちょっと出しにくいんですね。だから、まあ、ピッキングハーモニクスを使ってこっちの方に当ててね倍音を出す。でバッキングするときにローコードではその要するにバッキングしづらいんですね。なぜかというとローコードでバッキングするのはもう弦をこう浮かさないといけないのね、コードをピッて浮かさないといけない、これをね。だからそうすると音にそのこう音をこう弾くときにその歯切れが悪くなるね、なんかダラダラダラってね。音っていうのは減衰があってカッティングがあってミュートが入るのが歯切れがいいわけですから、やっぱりこの A システムのその C を使わないとちょっとね、ダメだということになっちゃう。 C メジャー7ね。だからジャズのギタリストたちはみんなこっち使うわけですね、という話になるわけ。じゃあさっきの話また元に戻しますよ。で A システムと G システムのこの関係においてですよ、これこっちがルートになったら C になりますよね。なんかお気づきだと思うね、ルート3度5度、これまあまあルート3度5度で、これ5は3、ルート3度5度5は3でまたルートということは、こことここ外してもルートか、こっちトップノートをこっちに持ってきていいんですね。6弦の8フレットと1弦の8フレット同じ音ですか、トップの音をこっちに持ってくるとこれとテンションがかかるわけですね。トップの音これとシメジャー7ね、ちょっと今シャープ形に変えますよね。 C メジャー7 C メジャー7 C7 C メジャー7か、 C メジャー7っていうのはこういうコードですよね、 C メジャー7ね。だけどこれこの5、これは5弦ルートからした C メジャー7だから、これをこっちに変えて C メジャー7、ね、これはちょっとプログラム上そのここを出さないとその C メジャー7という表記がこうね、あのリットーさんのプログラミングされてませんので、同じ音ですよね、こことここは。だから2オクターブ離れてるんですかね。
つまりこれを濡らしてもうここでバッキングすればこれが C という音です。ちょっと待って。C メジャー7ですよね。そう。これが C だからね。ここが C だからこれが半音下がるからメジャー7ですよね。この時のルートはここですよね。だからこれが外れてこうなって C メジャー7ですよね。これ上がると C ですよね。だけど本当の C の基本形は G システムの C、これが大元になってるってことですね。大元になってるでしょ。で、こことここ外れてこれ C。で、これが C メジャー7。これ C7。でですね、さっき、説明しましたよね。C7 がここにあるってことは、B7 どっかにあるんだ。お、隣 B7 ですよ。ほら。C7、B7。あれってゆりのさん、さっき C7、B7 するときに C システムの A システムのこやつをセブンスに変えてこっちで B7、C7 って動かした方が流れがいいって言ったじゃないですかって。それはなぜかというとルート音が存在してるからですよ、ね、もしルート音が存在してなくてルート音を、C システムのルート音の C システムのここそらしてこっち下げてここをルートにしたときにこれ C7 ですね。 C7 B7ね、トップノートに入り込まないですよね。コードボイシングのこういう最たるところなんですけど C7 というこの音をこの B7 とでこう C7B7C7 というこの動きがありますよね。でここあんまね使ってる人いないですね。こうカッティングミュートとかやるとこ使うんですけどやっぱりどうしてもまあ標準的な使い方になってしまうのがまあ悲しいかな。まあジャズやる人はもうそっちやって、ね、これ C7B7C7 これねケージドシステムで理解すると演奏楽に発展していくんですね。演奏楽っていうのはもう一つあってね、あのコードを分かってるわけじゃダメなんですよ。そのコードフォーメーションがどこに発展、つまりどういうことかというとコードを知ってても演奏できないんです。歯切れが悪い。つまり鳴らしながら次の音を探さんといかんわかる。だから例えば6コードとか7スを使ったりもしくは9スを使って次のコードに移動するときにですね、こういうことが出てくるわけですよ。例えば E7 というコードがありますよね。 E7 というコードがあって、まあこの E7 というコードがあったとしましょう。で E7 があって次にb7 が来たとしますよね。次に b7 が来たとしましょう。 b7 ね。で e7b7 っていうその動きよくあります。まあもしくはまあ7ス使わないでまあ最初の音をこう e マイナーにしてもいいですよね。 e マイナーね、最初の音 e マイナーにして、で次がまあb7 ですか。 b7 というこの動きがあるとしましょうね。でこの時にですね、これ e マ、これこうこうポッと外してしまえば e マイナーね、これ e マイナーですよ。これ e マイナーで、こことこことここが上がれば b マイナー7ですよね。ここ b マイナー7ですよ。でこの時に構成音としてはこれ b ですね。 ルートが b ですよ。でさっきの Em のはここは この6弦を鳴らすから Em なんですよね。ここ鳴らすから Em だから、この Bm7 に行った時にですよね、 Bm7 に行った時にどういうことが起きるかというと、ここを外してここを外してこことここの音の要するに使える音、これ B に対して、Bm7 だからこれね、 Bm7 これルートに対してこれが7度でしょ。7度なんでかというと、このさっきこうして C7 でしょ。ここから7番目だから7度、つまりこっちに行ってこれがなくなってこっち行ってこうってことこう行ったらこう Bm7 これ7度が来てるわけね。ルートから7度が来て、でここがこれが一応5度ですよね。でこことか5度ですよね。どこか3度がここに来る。3度
B7、つまり3度はここに来てるわけよね。これがルートですよ。ルート7度で、ここが5度で、オクターブね、オクターブ。ということはあともう3しかないよね。さっき言ったように C システムの並びの中でルート3度5度と覚えてくださいと。つまり C システムの C もいいですか、この C システムの C も A システムの C も G システムの C も E システムの C も D システムの C も、このコードフォーメーションをパッと見たときに、このルート3度5度、ルート3度5度、ルート3度、つまりルート5度8度3度5度ね、ルート3度5度8度3度ルート、ルート5度8度3度、5度でルートで、次はルート5度8度3度っていうふうに並んでるわけですよ。つまりケージドシステムはここが一番重要よ。ケージドシステムはルート3度5度もしくはルート5度8度3度の順番で並んでる、押さえ方にも全てがなってるんですね。ここに気づかないと、あのケージドシステムが分かってるってことにはならないわけね。ケージドシステムは知ってますよって言うけど、その並びが分からない。だから最初一番僕が言ったように番号を覚えてくださいって言ったのはそういうことなんですよ。あ、なんだその並びでこのフォーメーションはなってるのかと。ということは8を動かせばね、メジャーセブンスになるし、マイナーセブン、あのセブンスになるし、6が出てくるでしょ。3を動かせばサスティンビット4コードが出てくるわけですね。で5を動かせば奥義増5度と減5度が出てくるわけですね。もう全部これでコード完成するでしょ。だからケージドシステムが大事なんです。だけどケージドシステムを知ってるだけじゃダメなの。ケージドシステムの番号を一緒に覚えていかないとダメなの。そういう覚え方をしろって書いてないんですよね。気づいた人だけが気づくんだけど、30年やっても気づかんバカもほとんどですよ。あのね、おっさんぐらいの年になるとね、大体ね、井上陽水とかその吉田拓郎とかこういうのを言うんだけど、まあ、大体あの音楽的センスね、ハイファイセットとか松任谷由実をやってきた人はセブンスいっぱい出てくるから気づくんですけど、セブンス使わない人は分からないんですよね。セブンスっていうのは結局3音コントロールをしているその和音に対して4音コントロールで弾いていくわけですよね。アレンジがちょっと 1音加わるわけ、ね、トリップで言ってたのがテトラでやるわけですからね。それにペンタトニックが入ってきたらもう全然分け口は分かんみてなるわけね。それはユリヌスは音楽が完成ですよっていうやつなんです。違うって、音楽は完成じゃ絶対ない。技術はその知識で加工できますよね。知識がないから技術が上がらない、私はそう思うね。技術だけでその耳コピーでバッてやれればいいけどね、だんだんねできなくなりますね。やっぱり知識がないとダメで、それみんな隠してるわけね。いいですか。だから C システムのいいですか、 C システムの G システムと A システムの関係を見ていったときに、ルートルート、ここにルートがあるわけですね。パワーコードですよ。ルートがこれルートですよ。これでも、ね、ルートが C ですよ。これルートにしても変わらないでしょ。つまり G システムの C にはルートが3音だから、これをパワーコードというわけね。ルートが3音あるから響きが大きいでしょ。これこそ C だっていうことね。でこれ G に持っていったら、ね、ここにもルートがあって、ここにもルートがあって、ここにもルートがあるわけだから、G というその響きはものすごくアクティブになっていくわけだ。それの平行調がまあ Em になるわけですけれども、 Em になるんだけど、まあちょっと平行調の関係はね後で説明していきます。50回ぐらい超えたぐらいからね。つまり C システムを C を見るときに、 A システムの C と G システムの C におけるそのポジションがルート3度5度5度8度5度8度3度でルート、
5は3で願いましてはと覚えていくんですよ。いいですか。これが分かってくると省略コードが使えてきて、ここルートにして、でそのままずらしていって B、 A シャープ、 A で、まあ A っていうコードを弾いた時に、ここがルートですから、まあこれ外して A をね、こうスモールコードで弾く人がいます。でもスモールコードで弾かないで、この A というコードを弾いた時に、この A というコードを弾いた時にですよ、これがルートですよね。ここを足してもこれ A ですよね。ソーラだから、ソーラだから、6弦の3フレットはソ、5フレットはラだから、この下の1フレットもラですよね。だからこれ鳴らすと A というコードをね、よくこのフォークギターでここを動かして、ここを動かして、ここを動かしてってありますね。 A6 までやっちゃうとかね、 A6。 じゃあなぜか A6 って、じゃあここ8番目、これルートがここね、これ8ですよ、これ16ですよね、極端に言えば。だけどこの8を16という表示はしません。13までです。14もありませんね。7の倍数、7の14だから、そのいいですか、ここ大事なんですけど、これをこっちにやると A メジャー7でも、この時の響きはルートがここになってるんですよね。3弦になってる。だからこれで A、 まあちょっと A だから B7、 B メジャー7、こことここはルートですよね、 B だからね。5弦の2フレットと3弦の4フレットは B の音ですよね。 C ということで、これがドですよね。つまりですね、この指板をこの全部覚えろってこう書いてある本があるんですよ。 A だ D だ C とか、この指板を全部覚えろって。でもそれは、まあ、できなくはないけど、よっぽど頭が良くないと、この22フレット、まあ、12フレット、まあ、15フレットまでの指板にどの音が D だ A だって言っても、それはね、よっぽどね、そのギターが好きでね、毎日ね、これ ABCD って言ってこう覚えていかないと覚えられないですよ。私は無理だと思う。これを全部覚えて音を鳴らす人がもし仮にいたとしたら、あのツイキャスにだよ、連れてきてほしい。俺いないと思うね、これ全部分かってる人っていうのは。パッパッパッとこう答える、その分かってこう、あのその何秒か経てばね、3秒ぐらい経てば答えられるよ。でも見た瞬間にもう0コマ3秒ぐらい、もう1秒以内で、それは D ですよ、 A ですよ、 C ですよとこう答えられる人はいないと思うんだよな。これオープンチュー、あの普通のチューニングした時ね、これもね、これをさ、これナチュラルチューニングしないでさ、 D チューニングとかフラットチューニングしてる人なんてもうね、わけわからんくせにフラットチューニングするわけ。でこれちょっとね、15フレットまであるんだけど、いいですか、僕はそう思うんですよね。でですね、この要するにこの C システムの、 あの C を覚えるときに、 A システムの C とこの G システムのこの C がね、こう実はつながっているっていうことを気づかないとダメなんです、ケージとシステムね。じゃあ次いきますよ。さっき言いましたよね、この C というそのこうね、こう A システムと G システムがつながっていると。で C システムと D システムがつながってるって言いましたよね。 C システムがずっとこう上がっていけばね、ほらもう D システムとつながってるでしょ。これ外せばこれ D システムなんだから、 D、 こう4弦ルートの C でしょ。 D システムつながってますよね。じゃあどことどこがつながってるっていうのが見えてきたら、じゃあこの E システム、これ E システムどことつながってるんですかってなった時に、こことここがなんか共通しません？あれ？なんか見たことあるなと。じゃあ E システムと、じゃあこっちずらしてここピピピってすれば G システムつながってんじゃんってなるね。E システムと G システムつながってたんかってね。でここでこうやるとこ C というコードですよ。でもちょっとまた見て、またもう一回見てください。このルートで、ここルートですよね。あれ？ここからなんか動きそうなとこあるよね。で、こことこことここでね。外して、これ外して、こっちにやると。まあ、ここを押さえて、まあ、こういう押さえ方もできるけど、まあ、こう、まあ、これ、カポはめないとちょっと指届きませんよね。つまり、何が言いたいかというと、
ケージドシステムが分かるということは、その名前とか名称を覚えることではなくて、ケージドシステムの A システムとケージドシステムの G システムがつながってるっていうことを見抜くことと同時に、ケージドシステムの C システムと D システムが一緒につながってるっていうことを見抜くと同時に、ケージドシステムの G システムとこの E システムがつながっているっていうことを見抜くと同時に、 E システムと D システムがつながってるんですよというふうに、音のインターバルがコードフォーメーションを変えることによってどんどん展開系が変わっていったと、まあ、これをコードボイシングというんですね。コードボイシングというのはコードトーンの音色を変えずに弾く順番を変えること、ね、ドミソと弾いてるのをソドミと弾いたりミソドと弾いたりすること、だって実際そうなってるでしょ、ミドソでしょ。これがケージドシステムを理解する一番の早道なんですね。だからコードを知ってるって言ってる人はコード本当知ってないわけ、私から言わせるとね。そこが分かってないわけだから、そこが分かってたらこれもサスティミディットコード弾けるでしょ、ね、これで C でしょ、マイナーコードできるってことは C マイナーでこう、 C マイナーでこうやって A マイナー ここ弾いてる人ほとんどいませんよ。まあエレキやる人はやるけどね。だから E マイナーもさ、これを押さえてる人ほとんどいませんよ。でこれ E マイナー7というコードがあるもんね。 E マイナー7ね、 E マイナー7じゃない、こういうことこうか、ね、こうか、あ、ここか、これ E マイナー7、え、ちょ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 、どこだっけ、ん、ここか、ん、 E マイナー、ここだな。でね、私がね悲しいのはね、まあ、おっさんもちょっと年齢的には50超えてんですけど、あのね、ギターを弾いてる人っていうのはね、自分が一番こうかっこよく弾けるんだっていうそのプライドが高すぎるわけ。そうするとね、自分のプライドがね、その新しい知識を入れていかなくなっちゃうわけ。弾ける弾けないのその目くそが鼻くそを笑う世界になってしまうと、コードを、僕はコードをその科学するためにこの説明をやってるわけよね。コードが覚えられない人っていう、さっき言ったでしょ、コードが覚えられない人はもう痛いから抑えられないというふうに挫折する人と、覚え方がわからない人、この2つしかないわけ。何としてでもコードを覚えてやろうというやつは覚えていくわけね。つまり、あと3分しかないのか、ね、コードがね覚えられないってことは なくなるわけ。これでつまりもう何だってなった時にもうコードブック見なくていいわけでしょ。で弾けるよね。コードブック見なくていいっていうことはポジションが分かるわけでしょ。使ってるコードトーン、つまりコードが構成される音がその指の形のどっかの上に存在してるってことが分かればアドリブができるでしょ。アドリブができないというのはその音がどこに隠れているかが見抜けないわけだから、あのコード進行の中でね、どんなにミクソディアンもミクソディアンがこうねこうねこうねってとかね、ロクリアンとかフィリジャンがって言ったって、な理屈知っててもお前弾けねえじゃんってなっちゃうでしょ。だからこれケージドシステムを理解しないとね、演奏楽まではいけないわけでしょ。演奏楽っていうのがあるわけ。こうしたら演奏できるっていう学問があるわけ。それは申し訳ないけどドレミ出版のそれには書いてないと思いますよ、ね、だからその知ってる知ってないとかいうことじゃないのよ。その関連性が見抜けるか見抜けないかの話をしてるわけ。関連性が見抜けたらこれは、ね、C システムと D システムはこれ C ここまで上がってる、これはもう D システムと一緒ですよってね、あ D システムは E システムと一緒ですよってね、そのあれこっちか、あれちょっと一個一個ちょっとここね、これとここが要するに、あ13でこっちか、もう一個いっか、これ C ですよね。もう一回いきましょう。嘘を言うとまたあれになっちゃうからさね、これですよね、これ C でしょ。でこの関連性がつまりここの8フレットに来てこう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 いくわけですね。これ C ですよね。でこの関連性がこう来て、まあ、ここがそのまま残って、これとこれとこれが消えて、ここにピンピンピンってくるね。
でこの5話3が残ったままでこことここが生きてくるわけですね。外して、うん、